公立養歌病院公立養歌病院組合とは、地方自治法に基づいて設置された、公立病院運営のための一部事務組合である。1957年に設立された。現在は、兵庫県矢部市と三方郡上町で構成している。構成市長養父市、三方郡上町主たる住所兵庫県矢部市洋歌町、洋歌1878の一管理者府。 かつじ、運営施設用不死効率用化病院効率用化、病院看護専門学校効率用化病院介護、老人保健施設南正市訪問看護センター、上条効率村岡病院朝子市長来、訪問看護ステーション効率用化病院1946年に、日本医療団用化病院として開設された。日本医療団の解散に伴い、1949年に、 現病院名となった。2006年に現地新築整備事業第一期工事が完成し、現在の病床は合計420床である。詳細は、公立洋歌病院を参照公立村岡病院1956年に、公立洋歌病院付属村岡診療所として開設された。公立洋病院村岡分院、公立洋病院組合立村岡病院を経て、 1991年より、現病院名となった。現在の病床は、一般病床50床である。1946年日本医療団、八日病院として、開設1949年八日病院は、八日町国民健康保健直へとなり、公立八日病院と、会場1956年公立八日病院、付属村岡診療所が、 解説1957年洋歌町、洋府町、大谷町、関宮町、村岡町、和田山町で国民健康保険洋歌病院組合を設立し、病院経営が遺憾。同年、公立洋歌病院組合と解消。1957年和田山町が脱退し、5町の構成となる1962年、公立洋歌病院付属村岡診療所が、 公立洋科病院村岡分院となる1963年、公立洋科病院付属循環後不養成症、開校1967年、公立洋科病院村岡分院が、公立洋科病院組合率村岡病院に、解消1990年三方郡三方町が、加入し、六町の構成となる1991年、公立洋科病院組合率村岡病院が、 公立村岡病院に、改九百九十三年公立洋歌、病院看護専門学校、公立洋歌病院老人保健施設開設九百九十四年、南田市訪問看護センター開設九百九十九年、将来訪問看護ステーション開設二千四年養父師誕生に、伴い、一市二町の構成となる二千五年上町誕生に、伴い、一市一町の構成となる。 ありがとうございます。